社長、おう。失礼します。うん。今日は何ご覧になるんですか？今日はね、いつでも夢をだね。有名な映画だよ。吉永小百合の若い時の。かわいいですね。うん、橋幸夫だよ、これね。これはね、民主主義がね、戦後日本でできた時、日本人の最もね、美しい青年のね、夢をね、描いてる映画なんだよ。で、美しくない、汚らしい人間の情念の中から美しいものが出てくる、そういうものを描いてる。この中にね、吉永小百合のね、寒い朝っていうね、歌が出てくる。この吉永小百合の歌が好きでね、この映画の中で歌う場面ね、でね、若い高校生がね、夜学から帰るときにみんなで歩きながらね、この寒い朝を歌うんだよ。この場面が素晴らしいんだ、これ。ありがとうございます。